ナンバーアンダーラインアイの白い衣装が輝いた夜、音楽の日2024での圧倒的なパフォーマンス、神宮寺雄太のセクシーな視線に注目、岸雄太の流れるようなラップ、平野翔の新しい髪色が話題、今年の音楽の日2024は、ファンにとって忘れられない夜となりました。ナンバーアンダーラインアイの3人、平野翔、ガン雄太、 神宮寺雄太がステージに登場した瞬間、観客はその可愛らしさとカリスマ性に心を奪われました。彼らの白い衣装は、ステージの照明と絶妙にマッチし、その美しさを一層引き立てました。特にゴートのパフォーマンスは、その完成度と情熱で観客を魅了し、まさに歴史に残る瞬間となりました。ゴートのダンスは非常にキレがあり、 プロフェッショナルなダンサーたちと共に繰り広げられる振り付けは、見るもの全てを引き込む力を持っていました。平野章の新しい髪色もパフォーマンスに新鮮さを加え、神宮寺勇太のセクシーな視線や岸優太の流れるようなラップが、観客の心を捉えました。この夜のゴートは、これまでのどのバージョンよりも洗練され、卓越したものでした。ナンバーアンダーラインアイの白い衣装は、その清潔感とともに、 3人のビジュアルを最高に引き立てました平野紫の可愛らしいウィンクや、神宮寺優太の情熱的なパート、岸優太の力強いラップは、それぞれの個性が際立つパフォーマンスでした。ステージ上での彼らの動き一つ一つが完璧であり、その調和と個性が見事に融合していました。観客は、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスに対する感動と興奮を隠しきれませんでした。 彼らのダンスは非常にハイレベルであり、練習の成果が如実に現れていました。特に、I don't give a bad shh で神宮寺が前に出る際に、平野が人差し指でチョンと触れる仕草は、ファンにとってたまらなく可愛らしい瞬間でした。これらの細かなディテールが、パフォーマンス全体を一層魅力的にしていました。また、中井雅宏とのトークも、彼らの魅力をさらに引き立てました。 中井が彼らのパフォーマンスを前列で観覧し、感動を共有する姿は、ファンにとっても特別な光景でした。ナンバーアンダーラインアイの3人も、中井との交流を楽しみ、その優しさに感謝の意を表していました。このような温かい交流は、ステージの外でも彼らの魅力を際立たせました。ゴートのパフォーマンスは、その圧倒的な完成度と感動的な演出で、 多くの人々に希望と喜びを届けました観客はそのパフォーマンスに感動し何度も繰り返し見たくなるほどの魅力を感じました特にステージ上での彼らの表情や動きは一瞬一瞬が宝石のように輝いていました平野昌のウインクや岸優太のラップ神宮寺優太の情熱的な目線など彼らのパフォーマンスには観客を魅了するための要素が詰まっていました それぞれのメンバーが持つ個性が、ステージ上で一つの美しいハーモニーを奏でていました。彼らのパフォーマンスは、まさにアートの域に達していました。ゴートのパフォーマンスは、観客にとって一つのクライマックスでした。彼らのダンスや歌唱力、そしてステージ上での存在感は、観客の心を揺さぶりました。平野の新しい紙色や、騎士のラップ、神宮寺の情熱的な目線は、 観客にとって新鮮で魅力的な要素でした。これらの要素が組み合わさり、観客にとって忘れられない夜となりました。さらに、ステージ上でのパフォーマンスだけでなく、彼らの人間性やプロフェッショナリズムも観客に深い感動を与えました。中井正宏とのトークや、ダンサーたちとのコラボレーションなど、彼らの温かさや優しさが伝わる瞬間が多くありました。これらの要素が、 観客にとって一層彼らを愛する理由となりました。音楽の日2024は、まさに歴史に残るイベントでした。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、その圧倒的な完成度と感動的な演出で、多くの人々に希望と喜びを届けました。観客はそのパフォーマンスに感動し、何度も繰り返し見たくなるほどの魅力を感じました。彼らのパフォーマンスは、まさにアートの域に達していました。 彼らのパフォーマンスの素晴らしさは、ファンだけでなく音楽業界全体にも深い影響を与えました。ゴートの楽曲はそのメッセージ性とエネルギーに満ちたリリックで、多くのリスナーに希望と勇気を与えました。特に、困難な時期においても前向きに進んでいく姿勢を歌った部分は、多くの人々の心に響きました。n o ア i の3人は、 その卓越したパフォーマンスで観客にインスピレーションを与え続けています。平野章の新しい神職は、その外見だけでなく、パフォーマンス全体に新鮮さを加えました。彼の動き一つ一つが洗練されており、観客を魅了しました。神宮寺雄太の情熱的な視線は、彼の内面の強さと優しさを表しており、観客に深い感動を与えました。岸雄太の流れるようなラップは、 彼の技術と感性の高さを示しており、観客を興奮させました。これらの要素が組み合わさり、彼らのパフォーマンスはまさに圧巻でした。音楽の日2024でのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、多くの人々にとって特別な瞬間となりました。観客は、そのパフォーマンスに対する感動と興奮を隠しきれず、SNS 上でも多くの称賛の声が上がりました。 彼らのパフォーマンスがどれほどの影響を与えたかは、ファンの反応からも明らかでした。この夜のゴートは、これまでのどのバージョンよりも洗練されており、観客にとってまさに特別なものとなりました。彼らのパフォーマンスは、観客に感動と興奮を与え、忘れられない夜となりました。彼らのダンスや歌唱力、そしてステージ上での存在感は、観客の心を揺さぶり、 多くの人々にとって特別な瞬間となりましたナンンバーアンダーアダラインアイの3人はその卓越したパフォーマンスで観客にインスピレーションを与え続けています彼らのパフォーマンスはその圧倒的な完成度と感動的な演出で多くの人々に希望と喜びを届けました観客はそのパフォーマンスに感動し何度も繰り返し見たくなるほどの魅力を感じました彼らのパフォーマンスは ままさににアートの域に達ししていました。このように、音楽の日2024でのナンンバーーアダインア i のパフォーマンスは、多くの人々に深い感動と影響を与えました。彼らのパフォーマンスは、その圧倒的な完成度と感動的な演出で、多くの人々に希望と喜びを届けました。観客はそのパフォーマンスに感動し、何度も繰り返し見たくなるほどの魅力を感じました。彼らのパフォーマンスは、 まさにアートの域に達していました。これからも、ナンバーアンダーライン愛の3人はその卓越したパフォーマンスで観客にインスピレーションを与え続けることでしょう。彼らのパフォーマンスがどれほどの影響を与えたかは、ファンの反応からも明らかです。彼らのパフォーマンスが多くの人々にとって特別な瞬間となり、観客に感動と興奮を与え続けることでしょう。平野翔ガン・ユータ、 雄太の3人は、その個性と才能を生かし、これからも多くの人々に感動を与え続けることでしょう。彼らのパフォーマンスは、観客にとって忘れられない瞬間となり、多くの人々に希望と喜びを届けました。彼らのパフォーマンスは、まさにアートの域に達していました。このように、音楽の日2024でのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、 多くの人々に深い感動と影響を与えました。彼らのパフォーマンスは、その圧倒的な完成度と感動的な演出で、多くの人々に希望と喜びを届けました。観客はそのパフォーマンスに感動し、何度も繰り返し見たくなるほどの魅力を感じました。彼らのパフォーマンスは、まさにアートの域に達していました。これからも、 ナンバーアンダーラインアイの3人はその卓越したパフォーマンスで観客にインスピレーションを与え続けることでしょう彼らのパフォーマンスがどれほどの影響を与えたかはファンの反応からも明らかです彼らのパフォーマンスが多くの人々にとって特別な瞬間となり観客に感動と興奮を与え続けることでしょう